はい、どうもシャマです。本日届く予定の荷物が届かなかったので急遽雑学動画に変更します。で今夜の25時なんですけど、実はですね、今日ブックアイランドジュニアイルマ店さんっていうね、行きつけのカードショップさんの店長さんにね、なんと家まで送っていただいたんですよ。で家まで送っていただく、まあドライブですけど、送っていただくっていうと、皆さんタクシーっていうのを思いつきません？多分浮かんだと思うんですよ。タクシーかみたいな。はい、ということで今日はタクシーに使われている不調隠語を発表していきたいと思います。まあ、業界用語的なやつですね。タクシーの運転手さんが知ってるやつが載ってたんで、それを発表していきたいと思います。まずは納豆。はい、納豆、これ簡単ですね。初乗り710円のことらしいです。お客さん納豆で終わっちゃったよみたいな、人も納豆だ、女の人納豆だったんだよみたいな、もうね、初乗りだけで終わってしまった、追加料金なしで終わってしまった、お客さんのことらしいです。そして次、あんこ。はい、あんこで、これ甘い方のあんこじゃなくて、餃子の中に詰め込むあんという意味で使われてるみたいなんですよね。タクシー乗り場で前後に車を挟まれて、出られないことらしいです。はい、ちなみにホモ同士の性行為のこともあんこっていうらしいです。はい、次、居酒屋。はい、お酒飲んだら車に乗れないはずなんですが、居酒屋という言葉があります。ビールやおつまみなどを提供しているタクシーのこと。これすごいですよね。タクシー乗ったらお客さんビールどうすかみたいな感じで出てくるみたいなんですよね。うん、これすごいなと思いました。なんか田舎の方であるらしいですね。はい、次、工事中。はい、工事中、これなんかよく聞きそうですよね。はい、これ工事してるわけではなくて警察が取り締まりしてるらしいですね。取り締まりするとあれじゃないですか、結構スピードもねあれだったりね、気をつけなきゃいけなかったりということで、この工事中なんですけれども、女性が生理の時、これをですね、今工事中っていうらしいですね。はい、次、ゾンビ。はい、ゾンビ、なんか急にね、SF じゃないですけど、なんかそんな感じになりましたよね。客が溢れ返ってる状態のことを言うらしいです。まあ休日とかに多くて、ゾンビだからもう今日ちょっとやばいわ、忙しいわみたいな感じらしいです。ちなみに私の好きなゾンビ映画はデイオブザデッドです。はい、次、大きい忘れ物。はい、大きい忘れ物、これがね実は結構怖い、言葉でして、タクシー強盗や指名手配中の犯人が乗った時に使うらしいです。大きい忘れ物があります。大きいカバンの忘れ物があります。で、無線してたら、まあ、自分がね、タクシー強盗とか指名手配中の、犯人だと思われてることらしいです。次、わかめ。はい、わかめ、はい、これが海藻ですね。海藻、わかめの海藻の方じゃなくて、これちょっと当て字ですね、ダジャレですね。はい、お客さんが乗ってない状態らしいです。はい、次、カゴ抜け。カゴ抜け、ちょっとねこれ粋な言葉なんですけど、昔ってカゴで人運んでましたよね。カゴって言ってもバスケット的な感じじゃないよ、あるじゃないですか、フルーツバスケットのバスケット的な感じじゃなくて、人が入る大きなね、江戸時代とかのね、よく使われたカゴ、あれを抜けるということで無賃乗車らしいです。はい、カゴ抜けされたよみたいなね感じで、ちょっとおしゃれですよね。はい、次、神立ち。はい、神立ち、あ、じゃあこれ神立ちか、神立ちの方ですね、読み方がね、と赤ランプ。はい、赤ランプ、これはタクシー乗り場に客が溢れてる状態らしいです。まあ雨の日とかにね、よく起こります。ちなみにこれ神立ちって読むと、雷表すらしいですね。はい、次、生。生、はい、この生っていうのも聞いた瞬間に皆さんゾクッとしていただいて、もう結構です。はい、生、これ死体のことらしいですね。全然生じゃないですからね。生じゃないですよ。何が生きるですか、もう死んじゃってるじゃないですか。はい、次、ポンポコ。はい、ポンポコです。これ食事のことを言うらしいです。この後ポンポコって言ったら、この後食事をするってことですね。ちなみに今年の初めに少年院のことをポンポコランドに変更するべきっていうね、議論が盛り上がりました。はい、次、20。はい、20、これね結構鋭い方だったら気づくかもしれないです。これは893のことですね。893っていうのはつまりあれです。はい、8+9+3 が、20になるので20っていうらしいですね。ちなみに420っていうのはタイマらしいです。はい、そして、ビッグカメラでね20番なんちゃらとか言った場合はおすすめ商品らしいです。はい、で、まあ今回はねこのタクシーシリーズで公開してったんですけども、反響が大きかったら他のこともやろうかなと思っております。で、こちらのね不調っていうね、暗号みたいなものは、公開されてるので皆さんもねぜひ調べてみてください。多分本当の緊急事態になった時はねまた別の言葉があると思うんですよね、そういうね公開されてないものがね。はい、
たまには皆さんぜひ無線のねやり取りっていうのをねこっそり聞いてみてちょっと楽しんでみても面白いかなと思いました。はい、ということで今日は真面目な動画です。シャモでした。さよなら。